ちょっと大切なね、お知らせですけれどもね、皆さんね、まあ、桜井が、まあ、何はともあれ退院したわけですので、退院祝いですね。退院祝いでね、送る際はこちらまでお願いいたします。ね、こちらまで。ね、いや一応これね、念のためにこうお伝えしてるわけですから、事務所、桜井誠宛てでね、送っていただければということでね。あのね、君たちね、私ね、まあ、あの別に自分はね、高潔ぶるわけじゃないんですよ。高潔ぶるわけじゃないけれども、何が欲しいとかね、そういうこと言ってるわけじゃないんですよ。やっぱりね、こう気持ちっていうのがね、こう大切じゃないかなって私思うんですよね。まあ皆さんね、そのあたりはね、こう分かってもらえるんじゃないかなって私思うんですよ。ですからね、あの桜井先生、あのなんていうの、こう退院おめでとう、まあそれでもいいわけですね。うん、そんな感じで桜井のこう退院をちょっとはね、こうお祝いしてくれてもいいんじゃないかしらなんてね、こう思うわけですね。まあ皆さんもね。あの本当にね、こうね、何が欲しいとかね、そういう下世話なね、下世話なことをこう皆さんね、こう真に受けないようにしていただければと思います。やっぱりね、そう、気持ちが大切です。気持ちでいいんですよね。いくら欲しいの、何を言ってるんですか、あなた何を聞いてるんです。私は常にね、皆さんの心だけで十分です。もう私ね、本当にね、こう、なんていうの、心が汚い人にはね、こう、もしかしたら今ね、こう、ジェニーマークが見えてるかもしれません。でも私はね、そんなことはないんですね。もう本当にね、皆さんの気持ち、皆さんの心、もう退院おめでとうっていう、そのね、一言が私をね、こう、支えてくれるんだというですね、まあそういうことですね。